オビト、お前仲間をいっぱい傷つけ殺した。だから本当はこんなこと言いたくはないけど、この一回だけは味方として特別。味方でなくていい、敵としてだ。そうか、真珠そのもの。全てを一つにする時が来た。こっからでもはっきり感じる、おじいちゃんの片方の力。お前では俺を倒せん。俺がお前を倒すんじゃねえ、俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。その二つの力を両方合わせ持つ存在だ。俺の力とお前らの力、どっちが上か決着をつけてくれよ。先方、イントンライハ。サスケが、この距離、瞬身。いや、なんだあれは。アントンコーナー。当たらない。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。そうか、俺にははっきり見えてるぞ。もう一人のマダラだ。リンネガンとなって見えるようになったか。貴様は見えはしないが感知ができる。ないならこちらの世界からは感知することも目視することも不可能。あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開眼していた。さぞやその左目も俺の目としてしっくりくるだろう。それがお前の左目の能力。影のマダラにも陸道の千人チャクラによる攻撃は効くか。お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。お前に命令されっとイラつくな。今でも変わんねえみてえだわ俺。最後まで話を聞け。なら俺様のチャクラを使い封印術を仕込める。サンキュー。祝福だ。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。シドリナルト、それを俺に向かって撃て。なんだ、移動した。サスケ、こいつは俺が止めてっから。本体を追え。2人目の能力も分かってきたぞサスケ。うわ、ガンを潰せ。クロゼツをもう止められそうにない。がさすがに早いなサスケ。早く。分かってる。アセンス。カカシ先生、サスケ君。なぜサクラがここに出てくる。カカシ先生、その左目。マダラにシャリンガンを奪われてしまったようだ。それよりオビトはどうなった。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。私は急にこっちへ。この左目のリンネガンを、クロゼツにこのリンネガンごと体を奪われてしまう。クロゼツは俺の右目の動力を使い外へ。これ以上どうなるっていうのよ。もう嫌ってほど。俺もリンネガンを両目に移植することはできなかった。本来の主にリンネガンの両目が戻ればおそらく誰も太刀打ちできなくな。早い方がいい。この左目を潰してくれ。ってことは大変じゃない。このままじゃマダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。心臓に仕込んでいた受印札が消えている。昔に貫かせ排除した。俺はあんたの思い通りにはならないのさいや、お前は俺の思い通りに。仕込まれた体の中からそれを取り除こうとすれば行動が抑制される仕組みだ。お前たち何の因。二人とも全く同じやり方で排除すると。この小娘を賛美の陣中に木の葉で暴れさせる計画は俺が仕込んだ。お前を闇へ落とし俺の駒にするための。カカシ一人を残してリンを連れ出させ、霧隠れの忍びを操り追わせたのも全て計画。さっき外行ってたんだけど、張り切りで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。
さくれの実験体がどうこうとか言ってるけど僕はよくわかんない。それもみんな凄腕の常人や暗部みたいのばっか。加藤先生は何してる。誰。黄色い閃光は何してるって聞いてんだ。証の手で小娘が死んだのは出来すぎだったがな。死にしろ、傀儡の忍びで殺すつもり。どう操るには心の闇を利用しろと教えたよな、オビト。陰への、仲間への、火影への、忍びへの深い愛情。愛してもらうぞ、その左目を。マダラがいつ出てくるかもわからない。気を張っておけ。何をしようっての、ナルト。おい。いいからいいから。カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。カカシ先生の一部をちょっともらって、で、それにこう、後でこの目の説明を。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行って2はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。ね、そうなの。あ、うちはサスケ、嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから、夢なんて言葉で終わらす気はないが。お前はもう、おかげを越してるよ、ナルト。皆から認められ英雄となった今も、付いたサスケを切り捨てず闇から救うのは自分の役目だと思っている。お前はそういう優しい子だ。死であったにもかかわらず、お前のことは何も分かってやれなかった。そして今も。火影になる、そういった本当の意味、それって。こうしてかつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれん。お前が今何を思っているのか俺たちに話したくないなら。お前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるな。足りねえじゃん、チームワークだ。一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろう。すでに下半身は回復が進んでるな。はもういない。俺がこの体をもらった。心の中でお前たちに後を頼むと、まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。綱手様、私やっと二人に追いつけたみたいです。もう引かない、私がヨード。柱間の孫娘と同じ再生体の術か。届かない。なんだ、私のこと。大丈夫だから。あの左目、リンネが。マダラの影が4体に増えている。何をする。これが陸道の力。前の時よりでけえし、数影も来るぞ。影分身の術、任せろってばよ。スサノオ、美獣ども、魔戦手裏剣。くそ、次々来る。すごい。リンネの力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。を照らせ。無限つく。